今年もいい子が眠っているようじゃのうどれどれ少しだけ願顔を確認してからプレゼントを置いて次の現場に向かうとしようさてよいしょっとあれなんでいい年した大人がっうわえなんで どうしてこんなところに大人がいるんですかおかしいおかしいですよこんなの去年までここには家族連れが住んでて、この部屋には子供がいるってデータには書いてあるのにあ去年まで <laughs>、えー、えっと、ここに暮らしていた家族は隣町に引っ越しをしたので注意すること。なあ なんだ、そういうことですか。危ない、危ない。知らない人の、しまいにはいい歳した大人にうっかりプレゼントを渡してしまうところでした。それなら、見つかる前にさっさとここから脱出を。脱出をあのー、すみません。ドアの前に仁王立ちするの、やめてもらっていいですか ここの住人に見つかる前に、急いで脱出しないといけないんです。なんで、ってそりゃあもう私が、正真正銘のサンタクロースだからですよ世の中では、サンタさんイクオール白い髭を生やしたおじいさん、なんてイメージがありますが、それはあくまでもイメージです 今時ご老人にこんな重労働させてたら、いろいろニュースになっちゃいますからね。実際は、私たちが所属するサンタ協会から派遣された若き担い手が、世界中を飛び回っていい子でいた子供たちにプレゼントを配っている。というわけなんです。まあ、まだ見習いなんですけど <laughs>。それでも、仕事は仕事ですから。 ミスをしてしまったとはいえ、ここから挽回すればいいだけのことですので、いい加減、ここから出してくださいん今起きている大人がここにいて、私を注意しているあれえ起きてるしかも私のこと、しっかりと見えちゃってますもしかして私、 申 <laughs> し訳ございませんでしたどうかどうかこの件はご内密にしていただけないでしょうかお願いします私はただの一般サンタなんです不審者じゃないんですだから警察には通報しないでくださいお願いします <laughs> わかりましたわかりましたともただで引き下がろうなんて、虫のいいお話ですよね。ですので、取引をいたしましょう。私はサンタ見習いとはいえ、サンタクロースいい子にプレゼントを届けるのがお仕事です。ですのでこのことを黙っていてくれたいい子には、あなたが欲しいと思うものはプレゼントして差し上げましょうただし 3万円以内とする。えなんでってもちろん、自分の給料から転引きするからですよ。ミスをしたのは自分ですからね。<laughs> どうでしょう素敵な提案だとは思いませんか よし、わかりました。それでは契約は成立ということで、物分かりのいい大人でとても助かりました。ご協力ありがとうございます。また後日、改めてサンタ協会の方から連絡を差し上げますので、届いた封書にご希望のプレゼントを書いていただければ、営業日含めて1週間以内には届くと思います。はい、よろしくお願いします。さーて、ご協力も得られたようですし、私はこの仕事を早急に終わらせてきます。それでは、 ええと、そこの窓をお借りしてもよろしいですか <laughs> 見つかってしまった以上、もう隠さなくてもいいですからね。今回は特別に、サンタが使っている特別なソリをお見せいたしましょう。それでは、イデよ魔法のソリあ,あれ、うん、来ないな。 <laughs> なんでだろう渋滞してるのかな <laughs> あれもしかしてここって範囲外ここにはソリが入れないのうーん、息に使ってたソリはまた呼べばいいやって思って返しちゃったし、これじゃあ、今日中に配りきれない最低でも誰かの手を借りないと <laughs>。もしかして、今度こそ、ピンチ <laughs> あのー、えへへへ、ちょっとだけ、お願いしてもいいですか私と一緒にプレゼントを配るの手伝ってくれませんかー